それでは小学生による、軽快なリズム新林から入らせていただきます。本日がデビューでございますので皆様拍手をよろしくお願いいたします。ちょっとひょっとこの緊張気味ですけども、ベテランのおじいちゃんひょっとこでございます。土壌の、お裾分けをいたします。前沢屋さんの塩飴でございます。ぜひ皆さんご賞味ください。皆さんぜひ前の方にですね、ひょっとこの土壌をお裾分けをいただいてください。
ばあさんの作ってくれた美味しいおにぎりをこちにつけましてですね、お地蔵さんにお願いをしようと、ピンピンコロリのお願いをしようということで、7月の最終土日でですね、夏祭りを人一の祭り、天皇様という祭りでやっております。その中で屋台と屋台囃子という曲目に入らせていただきます。
陽息災ということで、どなたかですね、ぜひ、具合の悪いところありましたら前に進み出てですね、獅子に噛んでいただけると治るという言い伝えがございますので、ぜひどうぞ。はい、そこで左手よりですね、今度はメスの獅子が出てまいります。もう一頭下におりますので、ぜひ皆さんのところへ回りますので、があるのがオス、今ステージにいるのがメスの獅子と言われております。このお獅子ですね、本日ステージにいるお獅子、本日ですね、習い始めて約1ヶ月、本日デビューのお獅子でございます。変わりまして、軽快なリズム、小伝というリズムに入ります。小学校2年生、上は定年を過ぎた70を過ぎたおじいちゃんまでという非常に幅広いメンバーで構成をされております、ぜひですね、毎週水曜日にですね、練習をやっておりますので、ぜひ参加してみたいという方がおりましたら、ぜひ、来ていただければと思います。専属神主が出ましたので、ぜひ皆さん、お祓いを受けてください。ご利益ありますよ。皆様の無病息災を祈願いたさせていただきます。右手よりご利益ある大黒様が出てまいりました。本日は特別にご利益なら大黒様、呼んでまいりましたので、大黒様からもですね、お宝でございます前沢屋の塩飴を配らせていただきますので、時川町第一庁舎近く前沢屋さんのご協力で、配らせていただいております。
倉でございます。再び、道家の登場でございます。私たちは夏祭りのですね、今日は広い広いステージでありますけども、小さな屋台の上でですね、いろんな趣向を凝らして皆様を楽しませております。塩飴の大盤振る舞いでございます。